はい、皆様こんにちは、加用麻里乃でございます。本日はですね、行政書士、司法書士、相続手続きはどこに頼むのかということをですね、テーマにお話をしたいと思います。この、元ネタといたしましてはですね、石堂龍先生という方がですね、この方は行政書士、司法書士、公認会計士を持つ、先生なんですが、相続会議というウェブメディアにですね、掲載された記事をですね、引用させていただきまして、ちょっとお話をしていきたいというふうに、思います。はい、行政書士、司法書士の違いというのは、これまでもですね、動画で何度かご説明させていただいているんですが、すごく簡単に言うとですね、業務範囲では行政書士はですね、官公庁への書類の作成というのを行います。で、司法書士はですね、登記だったり、裁判所に提出する、書類なんかの作成っていうのは行えるわけなんですが、相続業務というところで言えばですね、相続人の調査であったりとか、財産調査、遺言書の作成に関しては、これは司法書士でも行政書士でも行えるという理解になってくるんですけれども、決定的な違いとしてはですね、相続って基本的にはですね、ご自宅なんかを持っていることが多くて、それの名義変更手続きが絡んでくることが多いんですね。で、その名義変更の手続きをすることができるのは司法書士ですよね。登記ができるのが司法書士ということになってくるかと思います。で、行政書士さんは許認可関係の手続きできるんですけど、相続が発生した時に許認可関係の手続き一緒にやるっていうケースって、事例数でいうと不動産相続事例よりは圧倒的にやっぱ少なくなってきてしまうんですよね。それから知識面でも、この記事によればですよ、行政書士に関しては、民法なんかの勉強の際にですね、相続の知識を一切ですね、入れずに、試験をパスしてしまっているということも、あると。当然相続っていうのは民法を学ぶ必要がある、民法の相続分野を学ばなければいけないんですが、司法書士に関しましてはですね、民法の相続を飛ばしてですね、受かる人はほとんどまずいないと思いますので、相続メイン分野ですからね、ほぼなので、この知識の差もあるよねみたいなことが書かれていました。はい。で、私がこの実務やってる感覚としてですよ、ドタカンとして、まず相続っていうのが起きた場合って皆さんですね、一般的にどこに相談に行くかっていうと、税理士さんなんですね、多分多くの方は。で、それはやっぱ相続税とか、富裕層の方は相続税かかってくる方なんか申告必要なので、まず税理士の方に行きます。で、税理士の方に行く人っていうのは当然相続税発生する比較的富裕層なので、必ず不動産を持ってるケースが多いです。そうなると税理士の先生が次に出すのが、司法書士への紹介っていうのをやっぱり出してくるケースが多いのかなと。で、司法書士としては、不動産のですね、名義変更手続きを行うことが多いので、私もよくですね、税理士の先生から相続の手続きに関するですね、ご依頼っていうのは受けたりします。あとはやっぱ不動産屋さんですよね。やっぱご自宅相続されて、相続した家をもう売りたいっていうようなですね、需要があるので、そこでやっぱり司法書士にですね、まず相続手続き、登記を入れて、その上で売却の手続きやってくださいっていうような形で依頼が来ることがあるので、申告なかった場合は司法書士に結構来るのかなって、一切ない場合で行政書士に来るパターンっていうのもなきにしろあらずだと思うんですけど、相続発生後は比較的司法書士に頼む方が多いのかな。発生前であれば遺言書の作成とかに関しては別に行政書士の先生できるわけですから、そのあたりは必要に応じて選ぶ依頼先の専門家っていうのは皆さんが決めていけばいいのかなっていうふうには思っております。これ別に行政書士、司法書士関係なくですけれども、実際にこっちが司法書士でもそうですよ、例に出すんであれば訴訟もそうですね。司法書士なんかは140万までの訴訟しかできないので、それ以上の価格になりそうだなって場合に、初めから司法書士に頼んだらまた弁護士に引き継いで余計なお金がかかってしまうわけですよね。で、それも一緒で、それと一緒で行政書士の方にお願いしたんだけれども、結局家の登記があったから次は司法書士に依頼しなきゃいけないってことで、二重に専門家に頼むみたいなことがあったらすごくバカバカしいので、自分はですね、どちら
どの手続きが必要なのかっていうのをまずよく吟味してほしいなというところですね。まあ、あと司法書士も行政書士も共通して言えるのが、これ紛争性があったらですね、できませんので、遺産分割協議書の作成とかもそうですけれどもね、司法書士も行政書士もできないので、まあ、このあたりも、状況に応じた、専門家への依頼っていうのがやっぱり、経済的にも、まあ、時間的にもですね、損をしない、コツだと思いますので、まあ、そのあたりは状況に応じて、まあ、相談してくださいというところにはなるんですかねというところですね。はい、まあ、そのような形でですね、司法書士行政書士、まあ、いろいろなですね、相続以外にもこれってどっちに頼むべきなのみたいなのもやっぱり世の中多いと思うんですよね。まあ、そういうのもまた何かね、分かりやすく解説することができればというふうに思いますので、はい、思っております。ということで、本日は、司法書士行政書士相続手続きどちらに頼むということで、記事が掲載されていましたので、その、まあ、内容のご紹介なんかをさせていただきました。記事は概要欄貼っておきますので、今日もやる方はぜひ見てください。ということで本日は以上でございます。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。